はい、どうもさっくんです。今回はですね、こちら南海仙北高速の中本駅に来ておりまして、今日はですね、こちらからね、新しく行けるようになった、行き先を見ていきたいと思います。これがですね、こちらの地下鉄御堂筋線でございまして、本日からね、延伸開業いたしました北大阪急行のおかげで、昨日まで千里中央までだった行き先が、美濃茅野ですね茅野ね、まで行けるようになったということで、ちょっとこの中本駅で見ていきたいと思います。で、それが終わったらちょっとこの南海の、新しくなりましたホームドアの方もちょっと見ていきたいと思います。この中本駅、このように南海高野線の北野田本郷河内長野方面でね、各駅停車が止まる駅でして、このように南海高野線もアクセスが便利になっています。こちらが南海と地下鉄御堂筋線を結ぶ連絡通路です。屋根がついてて今日雨なんですけど結構便利ですね。この めちゃくちゃ便利ですね。これ屋根ありなんで、傘なしで行けるところがあります。本当は美濃茅野駅に行きたいところなんですけども、自宅からねアクセスがしやすくて、ちょっと今日のね延伸開業を実感できるというのはこの中本駅かなということで、今日中本駅やってきました。すごい、これ結構人多いな。中本駅人多いんですよ。このように電光掲示板、すでに美濃茅野駅っていうのがあります。中本がここですね。で、この北急線の線路中央から、2つ駅が開業しまして、こんな感じで美濃千葉、阪内前と美濃茅野っていうのが、今日から開業した新しい駅となっています。こちらはまだ千里中央方面という方面なので、まあ間違いないんですけど、このようにまだ千里中央という表示がちょっとだけ残っております。このようにもうこの表示もね全部江坂美濃茅野の方面になりました。すごい、すごい、どれも美濃茅野のしかない。乗り換え案内とかね、乗降口とかの案内、これも多分機能が追加したんだと思います。ちょうど1時間と2分かかるんですね。すごいな、こっから乗り通す人あんまおらんかもしれん。次の新亀岡です。次は新亀岡です。
新加納岡駅にやってきました。まあ、一駅しか乗ってないんですけども、こんな感じで。ホームドアの方にももちろんね、江坂、美濃、茅野方面という案内がされております。もうこれだけでもね、北九が延伸したっていうものを実感ができます。で、こんな感じで、いや、伸びてきましたね。どんどんというか、もうこれで、もう終了なんでしょうけど、とりあえず。このね、サインの M なんぼとか見てたら、こちらの中本の方からね、だんだん下がってきてるのがわかります。19876と。まあ、この北九がね、こっから、もうこれ以上先に進まんだろうということで、だんだん下がっていると思います。2番線に、美濃茅野行きが到着します。危険ですので、大無柵から身を乗り出したり、物を立てかけたりしないでください。The train on platform 1 is bound for Nakamozu. これ大阪メトロの新宿系でこれ方向幕なんですけども、ちゃんと方向幕でも美濃茅野駅という幕がね用意されておるみたいです。なんと今新加納岡からね乗ってきた列車で、この北九線のね延伸との大混雑により7分遅れで来ました。7分遅れることって地下鉄であんまなかったんですけど、やっぱこのね影響がすごい。でこれが着いたと同時にもうすぐ後ろ来てたみたいです。ばっかり、もう千里中央という行き先はもうどこにもありません。昨日までになりますね。本当に一気に変わってしまいました。こちら天然にも方向幕があるんですが、ちゃんと方向幕でも美濃茅野と用意されているとは。この新宿系というのはね、他の路線の車両ではもう廃車が実は始まっている車両で、この御堂筋線でもね、まあ、できるだけ早く取っとく方がいいかもしれないですね。結構平成の初めに作った車両なんで、もしかしたら更新し、まあ、終わったんで、あと20年近くは走ると思うんですが、まあ、早めにね、取っとくべきな車両だと思います。2番線から御堂茅野行きが発車します。
次は南海と仙北高速鉄道の中本駅です。ここに改札できたの知らんかったな。すごいな。もともとこのね右の奥だったんですけど、ここからすぐ乗れるようになりました。ここではね最近4番乗り場でホームドアがついたということで、それのちょっと見学に行きたいと思います。ここにコンコースができたのはちょっと意外でしたね。めちゃくちゃ広い。多分もともとね本来あった改札口の方から来れたと思うんですけども、それも来れなくなって、これが単独の方になってしまったみたいで、すごいな。乗り場がちょっと何個増える。お、今日あれやん、お銀が泉町駅に、これはすごい。なんと中本回転の確定に金一色の6000系です。南海のこの車両、たまにねこの仙北高速に、ね、なんかこの貸し出し料金とかの兼ね合いでね確定運用入ったりとか、一日中ねこの仙北の準急に入ることはあるんですが、なんとこの銀一色の車両が入るとはまさか思ってもいませんでした。これは意外と偶然でした。こちらが中本駅4番乗り場に新たに設置されたホームドアでございます。このホームすでに10両編成は来なくなりましたんで、この先はね柵で仕切られてるんですが、この8両分ねこのホームドアで対応することになりました。4番乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色の展示タイルまでお下がりください。南海電車で、2駅目の、ね、ホームドアなんですけども、南海の駅でホームドアが設置されて通過列車が発生するのはこの駅が初めてです。なかなか高速でした。全然躊躇なく100キロ近くで通過していきました。全然ホームドアもねこれに対応できるようにはなっていると思います。仙北高速は、駅のメロディーを導入されたんですが、この、ね、銀色の6000系がねいっぱい走ってる頃はこんなメロディーもなく、こんな駅には、ね、ホームドアもついてなかった時代ですので、完全に時代をね逆行してるという、これなかなか逆行を感じれます。3番乗り場に電車が到着します。仙北の9300系が危険ですから黄色の展示タイルまでお下がりください。これから見れないです。電車は準急行難波行きです。堺東まで各駅に停まります。扉が閉まります。ご注意ください。
仙北高速の方はこの先、トンネルをくぐりまして、さらにね進行方向右の方へ曲がっていって、泉中央仙北龍丹方へ向かうわけです。高野線はこのままちょっと左は行くんですけども、さらに南下して高野山を目指すということです。次の、この4番乗り場のねホームドアが稼働するのはこの48分発、あと4分ほどできます。今ね初芝と白鷺の間を走行しているようです。3から8番だったら、多分6両編成かな。今白鷺に到着だそうです。もう次の駅ですね。でこの渡り線とかに関しては朝とかにしか使わないですね。この平日の朝はここを渡ってこの仙北仙内運用に入るためにねこの渡り線を渡っていってます。やってきました、4番乗り場使用する各駅停車。4番の発着する、基本は各駅停車が、このホームドア使用するということです。共有されています。基本はこの南海難波駅と同じ構造だと思います。音とかに関してはほぼ一緒ですね。で丸が出たらこれ発車 OK という合図だと思います。わあ、ここで稼働してるのを僕初めて見ました。この南海電車では今まで難波駅でこの海の方、海側というんですかね、基本海側の方で、南海難波駅でばっかり使用してたんですが、今回初めてこの山の方は、山側というんですかね、こちらで南海として初めてホームドアを使用することになりました。はい、ということで、今回この新しくね御堂筋線は、北九の美濃茅野駅まで延伸されてかなりアクセスが良くなったに対して、あとはこの南海高野線の方4番乗り場に新たにこのホームドア設置されたということでちょっと見てきました。ちょっと周辺はちょっと雨でね今回回ることはねちょっと難しいなと思ってやめました。ということで、今回の動画これにて収録させていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もお願いいたします。また旧 Twitter、 X、 インスタもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。